presented by Sega。 プラチナゲームスっつうこって、いやはやなんか最近ね、ちょっと落ち着いた画像のゲームばっかりやってたので、オープニング動画からどうぞ。古より続く戒律を破り、光とちぎりを結んだ横島なる者に裁きを下す。一族の掟に従い、汝を無限の禁獄に封印する。不浄の子は我ら魔道の道から永遠に排斥されよう。はい、というわけでね、今エコーかかりながら喋ってましたけどね、ベヨネッタというわけでございましてですね、水曜日新しく始まりますアクションゲームワーク新シリーズでございますが、こちら2009年10月29日にですね、セガ、セガゲームズといった方がいいんでしょうか、から発売されました Xbox 360用ないし PlayStation 4 3アクションゲームでありますベヨネッタを実況していこうかなと思っております。さあ、というわけでございましてですね、いろんなねゲームがございますけどもね、ベヨネッタの気持ちよさといったらというわけでございまして、私最後にプレイしたの6年ぐらい前なので、今回のベヨネッタはロケハンなしのアクションゲームを楽しもうぜっていう枠となっておりますが、物語もそうですし、あとねプラチナゲームスっていうとね、開発人のこと詳しく知ってないとあれなんですけど、ちょっとしたねバイオハザード4ネタが入っているっていうところもですねベヨネッタの特徴になるのかなといった次第でございまして、バイオハザード4の実況ももう終わっておりますのでね、そこら辺も一緒にその八神の動画を見てきた人だったらそこもクロスオーバーで楽しめるなんていう感じでございましてですね、今回はこのベヨネッタをプレイしていこうと思ってるわけでございます。さあ、というわけでね、難易度に関してはこちらノーマルを選択していきましょう。というわけでございまして、最初のね、またデモから始まるんですけどね、デモの後が激しいんだよね、ベヨネッタって最初ね。まんまるお月様。なんかね、敵が飛んできてますね。迎え撃つは2人の女性ですね。おや、急にカラーになりましたけども。さあ、というわけでね、なんかね落ちる時計塔、また時計塔かね、銃を構えてってところからですね、まずいきなりこのデモシーンからですね、なぜか操作ができちゃうんですね。皆さんはね下の文字を見ててくださいね。いたらしいですよね、上側のやつ見ながらね下の字幕見をするとね、非常にね難しい状態になりますからね。さあ、というわけでございましてね、最初のうちはねなんか操作もわからないままでいいので適当に動かしておりますとですね、ちょっと物語が進んでいきます。さあ、時計塔が爆発。さあ、さらにその上に乗っている状態。光と闇の両一族が互いに憎悪の炎を燃やし、突如として激しく争い始めたのだ。戦火の炎は瞬く間に広がり、ヨーロッパ全土をいつ果てるともしれぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない熾烈な構想だった。しかし拮抗する両者の勢力にも次第に変化が現れ始め、絶大なる神の力を振るうルーメンの賢者たちだったが、隠密を旨とする魔女の攻勢に押され、開戦から数年後、賢者一族は滅び去り、アンブラの魔女の勝利でようやく争いは幕を閉じたなんて言ってる間にね、破片の間をなんか飛び交ってますけども。さあというまでまだねアクションが続きますね。操作方法はね後ほどご案内がありますので、最初のうちはね、正直レバーガチャしていただければいいのかなっていうシーンでございますね。まあでも本当ね、ベヨネッタはね、ちょっとしたなんかコンボとかでね、非常に気持ちいいコンボがどんどん叩き込めるので、まあプレイしててね、エンディング付近までずっと気持ちよさが途絶えなかった記憶がいまだにありますね。優勝闇の力を恐れた人々による魔女たちへの執拗な迫害が始まった。狂気に駆られた民衆は生き残った魔女たちを徹底的に断罪。凄惨な魔女狩りである。まあ、ちなみにね、ここら辺でね、怖い雰囲気かなと思ってる人もいますけどね、あんまりね、ホラー要素はないのでご安心いただいていいと思いますよ。ついに影の観測者アンブラの魔女の一族も歴史から消え去った。ただ一人を除いて。さあ、というわけでなんかでっけえ炎が打たれたところで、片方の赤いのはジャンヌというらしいですね。さあ、背中を預けたまま落下していく。さあ、急に舞台は変わって現代バッファロー・オブ・ブラッド。さあ、ヘリコプターのプロペラ。画面ははるか上空。あ、ここなんかね、ちょっとね、気持ち悪い、何、お前ら何やってんのっていう、なんかね、グロいとかじゃなくてね、何やってんのっていうシーン。さあ、赤い女が柱から見守り、拳銃を構えているが、みんなはナイフを取り出して、みんなもナイフを取り出して、うん、はい、自分に向かって、ほい、どうしたのみんな。さあ、次々に集団的に。何かの光が出ているのが見えているが、今のシーンは何だったのか。さあ、というわけで進めていきましょう。プロローグ序章。また舞台が変わり、墓場でしょうか。チームリトルエンジェルス、おしゃれなスタッフロールからスタート。さあ、プラチナゲームス、さあ、というわけでね、こんな感じでシネマティクスディレクターの名前とかを墓場で出していく。どんどんプロデューサー橋本裕介さんなどのね、なんかね、おしゃれよね。さあ、ディレクター神谷秀樹、何かがかかっているが、水、雨ではない水。実況して損したわ。壊しやエッグマンも最後はあっきねえもんだったぜなあ。そんなことよりなんで俺がこんなやつのためにわざわざ参列しなきゃならねえってんだ。仏を下ろしたら俺はお役御免だろ。なあ、今日が何の日か知ってんのか。こんなやつに聖書なんか読んだって無駄だぜ。俺たちのゴミ溜めの中でも札付きのクズだったんだよ。ほれ、この通り。こんな葬式に来る物好きだってただの一人もいやしねえ。とはいえ仏の世話も俺たちの務めだがな、奴の組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。アメリカンな表現。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあここはそういう町だ。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいい奴が手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。もらうもんはもらうがな。おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだよ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよう祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹を空かせた神様の朝飯としてだがな。どうした。さてと、俺らも帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろう。それじゃあばよ。さあ、空から光が。まさかお迎えが嘘だろう。あんなクズにも。ああ、このクソったらの光目、今知ったらね。ああ、あの光の中にいるんだな。お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきり暖かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。神の御使い。光の主よ、苦しみ迷える我らが家族の御霊、永遠の安息に導きたまえ。さあ、光に向かって魔法陣が出てきた。さあ、本を落とし、光の中に飛んだ。おっと、敵も来てる。さあ、魔法陣を抜けると、あれあれ、出てきて、なんか急にメダル化して、さあ、火球三体天使アフィニティの登場。さあ、敵は目の前に、おおおおおお、全然格好に似つかわしくないよ。よいしょ、10点。あんたたちもねんねの時間よ。さあさあさあ、もうなんかすさむね。もうお前もどこ逃げたらいいか分かんないね。よいしょ、ドミノ倒して。おお、危ない。こちらには見えてないようですね。おっと、エッグマンの墓からハゲ。俺をその辺の人間と一緒にしたら痛い目に遭う。おう、どいてなしたっぽ。お、モンスターハンターかな。よう、エンツじゃねえか。隠れて便利な親指。あまりにたまった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃ困るからな。お、なんと美しい。悪い子たちにはきついお仕置きをしなくちゃね。そういい、よいしょ。ビューティフル。あらあらあら、おやおや、ちょうどいいとこが切れて、おっと危ない。 R 指定がかかる前にパーン。どこからの光。ベヨネット。さあ、というわけで銃を受け取ってと。さらにもう一丁。よいしょ。まあ、ひどい安物ね。こんなのすぐ壊れちゃうわ。遠慮はいらねえ、たっぷり持ってきたぜ。壊し放題。足で、おお、すげえ打ち方。うい、ねえ、まだね、コントローラーでろくに操作もしてないですけどね、とにかく華麗なアクションシーンを見せつけられるだけ。そんな銃の供給、あ、もうなくなっちゃう。お、さあキャンディー、もう銃じゃなくても何でもいいんだね。お前らボケット見てるなら届け物を頼むぜ。よっこらしょい。花吹雪もどこから出たの。それで銃は終わりだ。そろそろフィナーレにしな。スッと避けて蹴り飛ばすと、まだ早いわ。曲もダンスもこれからよ。さあというわけでね、このお姉ちゃんこそがね、世間をね知らしめたスタイリッシュ地上でおなじみのベヨネッタ。さあというわけでね、ベヨネッタの操作をご案内していきましょう。まずはこの Y ボタンを押すとパンチですね。でこれはですね、もちろん Y っていうのを押してもいいんですけどもね、次は B でキックができる。キックに関してはね、若干この打つまでの硬直モーションがありましたので、まあどういう風に打っていくかってところなんですけども、右側に出てる通りで様々なコンボがこのゲームには存在します。例えば、上にあります、パンチ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 ニュートラルパンチ12、あさあ、ごめん嘘、もう一回これ1234よいしょみたいなものとか、あと分かりやすいところだと P、PPPPPK ね、以後パンチは P、キックは K とご案内しますが、PPPPPK で1234、あれ間違えた、よいしょね、こんな感じで思いっきり上に打ち上げるとか。であとはね、この PPPKK ニュートラルって何も入れないですね。123121ね、ここでもうマウント取って往復ビンタっていうね、おいね、こんな感じでさまざまなですね、このもう2個のボタンをこうやって押していただくだけでいろんなコンボが出ると。よいしょな、随分ね爽快感あるゲームですよね。でさらにですね、敵の攻撃に関しては R トリガーでいけるかな、一発でよいしょ。ああ最初は出てくるのか。こんな感じで避けることができるんですね。え、まあ、2発目かよ、お前。なので相手がこうやって攻撃すると思っても、この R トリガーをうまく押せばですね、敵の攻撃を受けることができるので、まあ、ダメージを受けることがないと。こうやってで、まあさらになんでございますが、ギリギリで避ける、ね、ウィッチタイムと申しまして、いけるかな、よいしょ。ああ遅かった、させ21、うい、ギリギリで避けるとこんな感じですね。ちょっとの間ウィッチタイムという敵の動きがスローに見える時間が生まれるので、もうこの間に相手のことをボコればいいと。よいしょね、なので敵の攻撃を避けつつ、次にガンガン入れていくと。よいしょ、あお前それずるくね、お前それずるくね。でね、ここでヘイローっていうね、天使の生命力が結晶化した霊的なレアメタル、魔界での取引に使われると。まあこのゲームですね、非常に分かりやすく例えるのであれば、まあすごいスタイリッシュなデビルメイクライだと思っていただけるとすごい分かりやすいのかなっていうところでございまして、まあなのでね、こうやって敵の攻撃を避けつつ敵にガンガンコンボを入れていくと。もう基本的なスタイルはもうこういうゲームですね。でさらにはね、敵のことをこうやってロックすることもできるので、よいしょ、お仕置きね、敵のことをどんどんロックしてですね、まあ、カメラの操作がねなかなかね慣れない、難しいとかっていうのもありますからね、敵のことはロックしておいて危ない。でこうやって敵の攻撃を避けることでウィッチタイムに入りまして、よいしょはいっていう感じで敵をどんどん倒していくっていう、もうね操作自体はもう本当にこれだけなのでシンプルですよね。よいしょで敵のことを浮かしてさらにコンボを打ち込んでいく、危ない。でまた新しい敵をロックオンと、おっと危ない。敵の攻撃を見切ってウィッチタイムに入ることで、よいしょガンガンこうやって敵ね、近くにいる敵のことを倒したりとか、よいしょはい今避けるつもりだったんですけど粘りすぎちゃいましたね。でピヨってる間にね、もうただこれね、最悪 Y ボタン押してるだけでね気持ちいいアクションができますからね。さあというわけで、さらになんか卵みたいなことできましたね。さあ浮いてるから攻撃が当てづらそうですよ。よいしょね、なかなかね攻撃がね、よいしょ当たりづらいわけでございますけども、こんな敵のためにですね、さらになんでございますけども、銃撃が可能なんですね。 Y ボタン殴った後に押しっぱなしにしてるとですね、こんな感じで全てのコンボに対して1、もうこういう風にどこのコンボからでも最後のボタンを押しているだけで銃撃をすることができると。なのでもうね、こんなね、でなおかつさらにですね、ちょっとね難しい操作ですけども、 L スティックをくるんと1回回しますと、よいしょ、こんな感じで敵のことをロックオンするモードになりますので、そうしましたらね、発動したら狙いを定めて撃ちまくれると。なんで敵がねいっぱい浮いてるのが飛んできたら、もうここでスティックを1回転ぐるっとさして、ここからこうやってもうバン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 敵に撃っていけばいいと。全然当たってるでやるのダッサ。なのでね、これ敵の真ん中に行ったらくるんと回して敵のことを撃っていくと。でいつでもキャンセルが可能なので、ね、こういうちょっとした隙の間に打ち込んで、敵のところですぐにまたコンボをぶち込んでいって避けると。でまたウィッチタイムにしつつ、最後のボタンを長押しして、こうやって銃撃を打ったりだとかしつつ、こうやってまた敵の方向アウトマット、敵が近すぎた、よいしょ、ね、いろんなところからこんな感じで敵のこともガンガン打っていけると。なんで遠距離も近距離もできちゃうんですね、ベヨネッタは。よいしょ、最初のうちはね、もうなんかベルトアクションよろしくな感じでね、おっともう見える敵をただただ倒していくゲームになってるんですけど、危ない、あー避けられなかった。ういね、浮いてる敵に向かって長押しすることでね、さらに敵に向かって打ち込んだりとか、まあ待って待って、ビュッチした、よいしょ、うい、さらに敵に向かって入れてゆく。まだねこれチュートリアルなんでね、いろんな要素がないんですけど、さあエンツォ後ろにいるよ、あら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 、俺はまだ死んでねえぞ。ね、すげえね、へら口叩いてますけどね、あそこの柵があった時痛かったんじゃないでしょうね。さあというわけでね、 A でジャンプでね、 A を長く押すことでちょびジャンすればもちろんちっちゃく、長く押せば長くジャンプすると。でさらにね、空中のジャンプが2段ジャンプが可能で、さらにポンポンと押すことでこうやって蝶々が出るので、もうこうやってねちょっとだけ対空というか、ちょっと空中に長くいることもできると。さあ落ちていくベヨネッター、あらあら、うん、分かったでしょ、私には血も涙もない、そういうこと。さあというわけでマップが変わって、さらにやっていきましょう。よいしょ、あー下段が拾えない。もうねほんとね、P と K をしてる、あー待って当たっちゃった、 P と K をしてるだけでね、ある程度気持ちいいっていうのがすごいですよね。なんか多分だけどね、本当にこういうゲームの中ではなんだろう、そのプレイヤーが気持ちよく操作ができるってところに重点があるので、よいしょ。で今これノーマルでやってますけど、本当イージーとかでやると、アクション慣れしてない人でも簡単にね、気持ちよくコンボが繰り出せて、なおかつ敵がね、倒せないなんてこともあんまりないっていうところで、今右下にね敵の HP が出てますので、これに関してはガンガン入れていきましょう。さああとまだ生きてる、さらに蹴りを重ねてね、以上にてね終わりと。ねというわけでございましてね、ダメージ食らっちゃったのでね、ちょっと称号下がりましたけども、これでゴールドと。さあというわけでね、ようやくちょっと終わりと。今夜はロダンのおごりね。俺の車がめちゃくちゃだ。なんでいつもこんなクソみたいな目に遭うんだよ。オープンカーだよ。うん、ラッキー、エンジンは調子いいわよ。それよりせかすようで悪いんだけど、あんたが掴んだっていう例の情報、早速聞かせてくれないかしら。例の情報、それどころじゃねえよ、こいつを見てみろ。宙吊りにされるわ、車もおしゃかにされるわ、人を散々ひでえ目に合わせておいて、はい、情報よこせだ。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだなエンツォ、そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして這い出してきちまうぜ。なんだとベヨネッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例の物を仕上げねえと、お前さんが困ることになりそうだからな。待てよロダン、エクマはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。でもあの世でも嫌われ者になって死神に蹴り出されて、こっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。俺シャベル早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど、5分経ったら歩いて帰ることになるのよ。待てよ、俺を置いていくんじゃねえぞ。姉さん完全に運転席乗ってましたもんね。ね、ローディングの間もこんな感じでいろんなね、コマンドテストができるんですけど、パソコン版ローディングが早くて、ろくにテストができないっていうね。さあ、というわけでね、オンボロ車で高速道路かな。